こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、 大人の春服はこの5点だけあればいいグリーンレベル編ということでお届けをしたいと思っています。もう毎シーズン恒例になってきたこちらの企画なのできっとですね、楽しみにしている方も少なくないかなと思うんですね。まあそろそろですね、気温も暖かくなってきた頃なので春服欲しいなと思っている方多いと思います。まあそんな方のためにですね、今回はグリーンレーベルさんとコラボレーションということで春に必要なアイテムをですね、5点に厳選してお勧めをさせていただきたいなと思っています。 まあ、こちらにずらりと並んでいるわけなんですが、まあ、これらがあればですね、組み合わせを変えるだけで様々な春コーデが完成しますので、ぜひ皆さん最後までお楽しみいただければなと思っています。ちなみに今回の動画はコラボレーションという形なんですが、やはりですね、僕自身が実際に見て気に入ったものを皆さんに全力でお伝えしたいなと思ってるんですね。ですので、今回もプレスルームの方にお邪魔をして、こちらの方を厳選して選んできました。どれもですね、グリーンレベル さんらしいベーシックさをちゃんと軸に置きながらもその中にトレンド感を程よくミックスしていて大人の男性が来た時にバッチリとですねハマりやすいものが多いかなと思うんですねぜひ皆さんにもですね今回の動画を参考しながら春の着こなし存分に楽しんでいただければなと思っています今日はですねいろんなアイテムを皆さんにご紹介したいなと思っているので前置きはこのあたりにして早速本編に入っていきたいと思いますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここからは具体的におすすめのアイテムを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず1点目は、今僕が着ているこちらのシャツアウターですね。いわゆるカバーオールをベースにしたようなアイテムなんですが、 このような竹がですね、そんなに長すぎないアウターというのは、春に一枚あるとめちゃくちゃ便利なんですよね。まあ、先日からご紹介しているグリーンレベルさんのステンカラーコート、これまたすごく使いやすいんですが、もう少し季節が進むと、これぐらいのですね、ギリギリお尻が隠れるぐらいの長さのアウターがすごくですね、便利なんですね。僕もですね、このようなシャツアウターみたいなジャンルは大好きで、今までいろんなブランドを買ってきました。その中でもグリーンレベルさんのシャツアウターは何枚か持っているんです ですが非常にバランスがいいんですねこちら見ていただくとですねデザインのベースはカバーオールになっていましてまずは腰の部分にですね左右対称にポケットがついていますでカバーオールというと胸にポケットがついているものもあるんですがその部分はですね簡略化していて大人っぽく見えるような上品なデザインに仕上がっていますまたサイズ感も程よくゆとりを持たせていて今っぽい仕上がりになっているんですねちなみに僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが今着ているのは m サイズになりますこれぐらいだと大人っぽく でなおかつトレンド感の漂うようなそんなサイズ感になるのかなと思っていますで今回選んだカラーはネイビーなんですが色味がすごく良くて定番的なネイビーというよりはよく見ると少しグリーンっぽさも感じるような曖昧なネイビーなんですねこのあたりが通常のネイビーとの違いがあって個人的にはすごく気分が上がるようなそんな仕上がりになっているかなと思います今このアウターに対して内側はストライプのバンドカラーシャツですねまあ、こういったものを合わせてちょっと綺麗めな方向に振っていますこのシャツもすごく良いのでまたのちょうど れてみたいなと思うんですが、その内側には白の丸首の T シャツですね。これを少しだけ覗かせる形にしています。ボトムスに関してはこのようなネイビーのアウターに対して結構グレーのパンツがよく合うんですね。ですので今回はこちらを合わせてみました。 これまた今回めちゃくちゃいいアイテムなので、後ほどまた触れてみたいなと思います。まあ、このような形でレイヤードのスタイルをですね、楽しんでいただくのもいいかなと思いますし、もうちょっと季節が進んだら、T シャツの上にさらりと1枚で着ていただくのもいいかなと思います。こちらのアウターって結構機能性が豊富で、シワになりづらかったりだとか、あとはご自宅で洗濯ができたりだとか、そのあたりも安心なんですよね。また T シャツの上にさらりと着ていただくとわかりやすいかなと思うんですが、接触冷感機能がついてたりするので、肌に触れた時に心地がいいんですよね。また つい速乾性というところも優れているのでもう少し季節が進んだ時にも抜群に活躍してくれるアイテムかなと思います1枚あるとものすごく使えるアウターかなと思うのでぜひ皆さんもこちらのシャツアウターチェックをしていただければなと思っています はい。続いて2点目のアイテムなんですが、僕が今着ているこちら、レギュラーカラーシャツですね。これまためちゃくちゃ仕上がりがいいので、皆さんにご紹介ができればなと思っています。大人の男性にとってシャツというのは欠かせないアイテムだと思うんですね。着るだけで一発でですね、綺麗めな雰囲気が出ますし、なおかつですね、最近のシャツというのは、あまりこうタイトなものではなくて、今僕が着ているような少しゆとりのあるもの、こういったものがトレンド感があって、すごく使いやすいかなと思うんですね。グリーンレベルのこちらのシャツに関しては、 ジャストルーズというシリーズになっていまして、サイズ感がゆとりがあるんだけども、決してだらしなくなるようなサイズ感ではなくて、適度に大人見えするような、そんなところを狙ってるんですね。なかなかこのサイズ感というのが絶妙で、個人的にもすごく気に入ったシャツになります。一周回ってみますが、横から見るとこんな感じですね。 後ろから見るとこんな感じです。決して長すぎないバランスになっているので、すごく使いやすいかなと思います。ちなみに僕が今着ているのは M サイズなんですけども、これだったらシャツを主役にした着こなしもできるし、この上にですね、僕が日頃からおすすめしているグリーンレベルさんのベージュの線カラーコードですね。こういったものを羽織るようなスタイルもめちゃくちゃ相性がいいので、様々な着こなしが想定できるのかなと思っています。個人的には白 T を内側に着て、第1ボタンを開けて少しだけ覗かせてあげる。このようなバランスできるのも ももうう鉄板だだとと思思いいいいまますす皆さんここのよななな着ししを試ててたたきっそして、このシャツの一番のポイントだと思うのが、色ですよね。まあ、ロイヤルという表記なんですが、色味がすごくいいんですよ。春らしい清涼感のあるブルーなんですが、その中でも、よーく見ると色にですね、濃淡があって、すごく上品に見えるような、そんな色合いに仕上がってるんですね。ブルーにも様々な色合いがあるんですが、他にはなかなかないような美しいブルーに仕上がっているので、ぜひ大人の皆さんにですね、着ていただきたいと思います。 いただきたいようなそんな仕上がりになってるかなと思っています。まあ、このようなブルーのシャツに対して僕は今ボトムスはグレー系のものを合わせていますが、もちろん通常でおすすめしているようなブラック系のイージーパンツですね。このあたりにもバチッと余るので着こなしもそんなに迷わないと思います。1枚あると高感度抜群のシャツなのでぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。そしてもう1枚ですね。先ほどシャツアウターの内側に着ていたバンドカラーシャツこれまためちゃくちゃいいのでちょっとそちらの方に着替えてみたい。 たいと思います。 はい、着替えてみました。いかがでしょうかこっちもですね、なかなかいいんですよ。まあ、襟型はこちらはバンドカラーになっているので、重ね着の際に襟がスッキリとするので、こちらも一枚あるとすごく便利なんですよね。先ほどはカバーオールの内側にこちらを着ていたわけなんですが、襟元のスッキりさ加減だとか、あとは着るだけでトレンド感が漂うという意味では、こちらもめちゃくちゃいいなと思います。素材はですね、ポリエステルとウールを混布させてあるわけなんですが、表面の滑らかな光沢感、このあ カタリも美しいですしストライプ柄ということで縦長のラインも強調されるので着てるだけでスタイルもよく見えるというところでは非常に使い勝手がいい1枚に仕上がってるかなと思いますこちらも先ほど同じように白シャツの上にさらイと着るのもいいですしまあ、第一ボタンを先ほどのように締めてあげるのもすごくいいかなと思います清涼感の漂うようなブルーのストライプ系シャツは僕も大好きなんですがこれは仕上がりがかなりいいかなと思います先ほどのシャツとこちらのシャツどちらもなんですがご自宅でケアしやすいようにマシンウォッシャブル仕様な なっていたりだとか、シワにもなりづらい機能がついていたりいだとか、そのあたりの使い勝手の良さというところも含めて、かなりバランス良い仕上がりになってますので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。 はい、続いて3点目のアイテムなんですが、僕が今着てます、こちらのですね、丸首ニットですね。これまた仕上がりがめちゃくちゃ良かったです。大人の着こなしの中では定番的な位置づけのニットなんですが、本当に様々な選択肢があるんですけども、こちらはスビンコットンと呼ばれるような非常に貴重な素材を使っていまして、肌触りがすごく滑らかで気持ちがいいのと、表面の光沢感ですね。このあたりは遠目で見ても上品さを感じることができるかなと思っています。まあ、デザインはベーシックなん ででですすががララグラン袖になななっっていてていいい結構特徴的だだととと思思ううのはちょっとアップで見ていただきたきんですがこのですね、ハの字型の肩のですね、切り替え部分なんですね。ここがちょっと変則的になってまして、デザインのアクセントとしても機能してるんですね。ベーシックなデザインの中にもちょっとした違いがあるというのは個人的にも嬉しいポイントなので、このあたりも含めてかなりデザイン性、仕上がりがいいんじゃないのかなと思います。生地の厚みなんですが、 暑すぎず薄すぎずで、すごく使い勝手がいいんですね。これだったら様々な使い方ができるかなと思うんですが、僕の場合今はですね、丸首の T シャツの上にさらイと重ねてレイヤードのスタイルをしていますが、他には白のバンドカラーシャツの上にさらイと羽織るのもなかなかバランスがいいかなと思います。これ単体でももちろん春先に活用することができて、例えば腕をちょっと託し上げるだけでも雰囲気が出るかなと思いますし、さらにはこの上に重ね着するスタイルも非常にバランスがいいかなと思うんですね。先ほどご紹介したシャツアウターを上に るののもももすすすすごごくバラランンススがいいいいかかななとと思思まままししこれまで何度もご紹介してきたステンカーーコートの内側にも機能するかなと思います色合いはこのライトグレーがすごく雰囲気が良くて真っ白だとこれまたですねちょっと退屈に感じるんですがライトグレーというところで少し気が利いた雰囲気になるのとベージュ系のアウターからネイビー、ブラック、ダークグレーまで様々な色との相性がいいのでこのライトグレーのニットというのは鉄板で持っておくと便利なアイテムかなと思います。ボトムスは今ブラック系を履いていますがブルー系 のデニムにも合いますしオリーブ系のパンツまで合いますのですごく万能なニットかなと思うのでぜひ皆さんもですねレイヤードの一部としてこちらのニットをチェックをしていただければなと思っています はい、続いて4点目のアイテムなんですが、僕が今着ているこちらのカーディガンですね。まあ、このようなアイテムも春に欠かせない大人の定番アイテムかなと思うんですね。まあ、皆さんもすでにですね、カーディガンをお持ちの方も少なくないかなと思うんですが、こちら、なかなかバランスのいい仕上がりになっているんですね。こちらのカーディガンは、まずデザインを見てみると、かなりミニマルでシンプルな仕上がりになっているんですね。通常のカーディガンと比べると、ボタンが付いていないので、かなりスッキリとした印象になるので、個人的にもこの仕上がりはすごくいいんじゃないのかなと 思思っっっててててていいいままますす素材ににに関しししはリリネンンととナイロンをミックスるるのでシャリ感ががあってまさに春夏らしいようななな仕上りか今僕は先ほどご紹介したストライプのバンドカラーシャツの上にサライと着てるんですがこのようなレイヤードスタイルもできますし白 T シャツの上にサライと着るだけでもしっかりとですね存在感のあるような仕上がりになっているのでこれは使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますサイズ感は程よくゆったりさがあるんですけども今僕が着てるのは M サイズでそこまで大きく振りすぎてないのも大人せだ には使いやすいポイントかなと思っていますまたこのカーディガンの魅力の一つでもあるかなと思うんですが色ですねこれが抜群にいいんですよケリーという色合いですね今着ているんですけどもグリーン系の色合いで着るだけでパッとですね華やかな印象になるんですねこの色はですねぜひ大人の皆さんにもトライをしていただきたいカラーかなと思っています今僕が着ているようなブルー系のシャツにも合いますし先ほどもお伝えしましたが白 T にも合います上半身はちょっと明るめの色合いでまとめてボトムスはブラックで引き締めると 結構合わせ方としては難しくないので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。ちなみに春だったらこのようなレザーのトートバッグを持ちながら、休日のラフなスタイルを作るのもすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。ちなみにこちらのレザートート,ートバッグですね、グリーンレベスの定番アイテムとして、僕の YouTube の中でもお伝えをしてきましたが、こちら素材感が今回ですね、リニューアルされたということで、よりですね、光沢感が抑えられてマットな質感になったのと、軽量化されているので、さ、ま、ら、あ、に使い勝手が良くなったかなと思います。 このような形でちょっと綺麗めなカーディガンを合わせるスタイルも普段なかなか僕もやらないのでこの春はですねトライをしてみたいなと思っています はい、続いてラスト5点目は、今僕が履いているボトムスですね。先ほどから何度か着用しているので、気になっている方も多いかなと思うんですが、これがなかなか使い勝手がいいんですね。こちらはグリーンレベルさんの定番のプレイパンツですね。こちらの春夏バージョンなんですが、素材感なんですが、パッと見はウールに見えるんですけども、実はポリエステルを使っているんですね。ウールライクな見た目を実現しているので、すごくですね、大人っぽくて上品な雰囲気が漂いやすいかなと思うんですね。ただシルエットを見てみると、僕は普段皆さん さんにご紹介しているオルマイージーパンツに比べると少しゆとりがあるんですね毛周にもゆとりがあって外に向かってストンと落ちるようなシルエットになってるんですがシルエットは少しゆとりがあるんですけど素材感がウールライクというところで大人にも似合いやすいようなバランスに仕上がっているかなと思いますあとはですね腰回りをちょっと見ていただきたいんですがこちらはですね360度ゴムになっているんですねこのあたりも着脱がしやすくて個人的には大好きなポイントなんですねでウエスト部分はドローコードがついていますこのようなコードでウエスト 調整もできるので様々体型の方にも合いやすいようなそんなボトムスになっているかなと思いますそして何と言ってもですねこの色合いがなかなかいいなと思いました今回僕が選んだのはダークグレーという色合いなんですがまあ、そこまで重たすぎないですね春らしいダークグレーのカラーリングになっていましてこの色だったら結構様々なトップスアウターに合いやすいかなと思うんですね今僕は先ほどご紹介したブルー系のシャツを着ていますがブルーとグレーの相性もいいですしそれ以外にもベージュ系のアウターですとか ブラック系ののアウターにももちろん相性がいいのでこれれ本あばますまた、靴もですね、様々なものに相性がいいんですが、今はですね、白のジャーマントレーナーですね。これまたグリーンレーベルさんのものなんですが、こちらを合わせていますが、これがまず鉄板で間違いのない合わせ方になってくるかなと思うんですが、それ以外にも今トレンド感のあるようなモカシンタイプのシューズなんかにも合うので、ちょっと履き替えてみたいと思います。 はい、ということで履き替えてみましたが、いかがでしょうかこれまたですね、なかなか相性がいいかなと思うんですね。グレーのパンツに、ブラックのモカシンシューズということで、モノトーンで収まるので、すごく相性がいいかなと思います。足元を変えるだけでトレンド感ってすごく表現しやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、トレンド感のあるモカシンシューズとも合わせていただければなと思っています。こちらのボトムスはですね、見た目の良さもさることながら、機能性も充実していまして、シワになりづらかったりだとか、自宅で洗濯できたりだとか、そのあたりも含め 使いいいいいい勝手がいいのでぜひチェックをしててたただきたいなと思っていますまた、先ほども履いていたんですが、僕のチャンネルの中では定番となっているオルマイージーパンツですね。こちらも今季アップデートされているので、そのあたりも少しだけ紹介してみたいと思います。 はい、ということで、定番のオルマイージーパンツに着替えてみました。もう安定感抜群ですね。先ほどのプレイパンツに比べると、シルエットはですね、ちょっと細身になるんですね。かといって、ビタビタに細いわけではなくて、適度なゆとりがありつつも、しっかりとテーパードが効いてるので、これはもう殿堂入りのイージーパンツかなと思っています。デザイン的に癖が強くないので、様々な方に似合いやすいかなと思うんですね。この万能なオルマイージーパンツに少しですね、変更が加えられていました。 これちょっと見えづらいとこではあるんですが、サイドにポケットがありますよね。こちら、普通のポケットなんですが、その横にですね、縫い目になじませるような形で、もう一つ、ここにポケットがついてるんですね。ファスナーを下げると、ここにポケットがあります。いわゆるセキュリティポケットと呼ばれるもので、この中に貴重品ですね。鍵だとか、ちょっとした小銭入れを入れて、あとはファスナーを閉めてもらえば、ここにしっかりと落ちないように収納することができるんですね。これは派手さはない ないけど、とてもありがたいアップデートかなと思っています。結構鍵を落としがちだとか、airpods がなくなりやすいだとか、そういった方なんかにはすごくありがたい機能かなと思うので、まあ、この辺りのアップデートもですね。ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思います。まあ改めてですね。春夏バージョンも履いてみましたが、完成度抜群のオールマイ g ーーパンツも含めてぜひ皆さんチェックをしていただければなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では大人の春服はこの5点だけあればいいグリーンレベル編ということでお届けをさせていただきました。まあ大人の着こなしって結構難しさを感じるところがあってベーシックすぎてもおしゃれに見えないしかといってトレンド感満載にしてもそれまたですねちょっと悪目立ちしてしまうところがあるのでこのあたりをバランスよく整えることが大事だと思ってるんですね。まあそういった意味では今回ご紹介したようなグリーンレベルさんの商品というのはベーシックさとトレンド感を程よく ミッ,ミックスしてあるので第三者から見た時の印象がめちゃくちゃいいんですよねですので僕ら大人世代にはバチッとハマりやすい商品が非常に多かったかなと思っています今回ご紹介したアイテムに関してはこちらの動画の下の概要欄にそれぞれリンクを貼っておきますのでまぜ、あ、ひ皆さんもですねウェブでチェックをしてみたりあとは店舗の方に実際に行って試着をしてみながらですねどういった着こなしがいいかなという形で店員さんに相談をしながらですね選んでみていただければなと思っています僕自身もですね結構どの服も気に入っているのでさ 早速プライベートですとか、普段の動画の中にも活かしながらですね、皆さんにより良い着こなしをですね、ご提案をしていきたいなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンツファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思っていますので、ぜひこれからの動画も楽しみにしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。